どうもフルゼロと申します。本日はエリザベロ2世使っていこうかなと思います。まあ久しぶりっていうほど久しぶりじゃない気はするんですけれども、で今回こちらのね、おでんメダルですね、本日14時に終了するこちらのメダルを使ってね遊んでいこうかなと思います。味方さんが KO された時スキル2のクールタイム 6% 短縮っていうことで、今回それを3枚つけておりますんで、まあ味方さんが1人 KO されるたびに、このキングパンチですね、これが 18% も、短縮されるっていうような、そんなメダルになっております。まあ、このキャラはやっぱりスキル1だったりだとか通常攻撃とかで、スキル2をどんどん貯めてって、まあもうこのスキル威力2500ダメゲン無視の、このキングパンチ、あとは復活特性とか1体特性とかを無効にできるキングパンチを当てて戦っていくみたいな、そんなキャラになっております。で一応ねこのキャラキングパンチ以外にも味方さんが、お宝エリア内に一緒にいるときに状態異常解除とか無効とかがあったりだとか、あとは通常攻撃で与えるダメージ 50% 増加みたいに、なかなかにね、いい特性持っているんでね、まあそういったところもお見せできたらなと思います。まあとはいっても、一番お見せしたいのはキングパンチということで、敵をバンバン倒してね、やっていけたらなと思います。それでは行きましょうか。どうぞ。はい、じゃあね、今回はエリザベロ2世使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャシャンドラですね。視界良好いいステージでございますよ。とりあえずスネークが D 地点の方を止めるのかな？でもジャブラ来てるんじゃない？結構あれだね、ワイルドだね。まあ、今回ね、まあ、スキル1だったりだとか、そこまで行くか。荒れそうだぜ、今回は。まあ、味方さんがやられた時に、スキルに短縮する、メダルをつけているんですけれども、ちょっと待ってよ。一発二発、一発二発、一発二発の三発。こんな風に殴ってもね、短縮できるんで、一発、ジャスト回避、一発二発、一発二発の三発。いいね、キングパンチ使わずともやれるぜ。ジャスト回避、一発、ちょっと待って、マイクが、外すの、何やってんだよ。いやちょっと待ってくれよ、それ外すと民衆の思いが何だったんだってなる。 ありがとう、ごめんね。なんかいやキングパンチ外すのはよろしくないよ、エリザベローよ。味方さんがやられてやっとの思いで溜まったスキル2をあんな無駄にしちゃいけん。ちょっと次は絶対当てます。どうしようかな。一応味方さんと一緒のエリア内にいるときには、状態異常無効とかついたりはするんですけれども、まあ、とりあえず貯めとくか。で、多分、おぉ、あ、一発二発。いや、どうしよう。絶対避けられるよな、これ。いや、ちょっと、あれこれ普通に殴った方が強い説ある。一発二発、ジャスト回避は無理。ここごめん、撃っちゃうわ。はいはい、どこ、そんなテクニカルなことができるのか。ジャスト回避、一旦下がろう。いや、リーチエグいな。はいはいはい、ちょっと怖い。スキル1打っといて、で、真ん中の方の援助行きましょうか。あそこにいるのが、はいはい、一発二発の三発、ナイス、カムサリ。これ取り切っちゃうか。私入らない方がいいな。ジャスト回避、一発二発の三発、ここごめん、私握るわ。ここ取っといて、はい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 、ジャスト回避、ここ、いやー、まあ、十分やってくれた。はい、じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はシャンドラですね。お相手さんアタッカー2体なんで、結構発動しやすい気はしますけれども、あ、ロジャー船長がバフかかってるね。まあ、とりあえず、まあ、スキル1で短縮していくっていう風になってきますかね。ルーフィーが多分飛ぶとは思うんで、私はこのまま中の方にいましょうか。シャンクスちょっと怖いけど。どうしたものか。一応、まあ、ウォーミングアップできるタイミングあったらね、バンバンしていけたらなと思うんですが、ちょっと敵陣攻めていいかな、この感じだと。若干攻めていい気がする。なんで私は真ん中の方じゃなくって奥の方、あれはもうどっちみち取れねえわ。味方さんがやられる感じでは全然ないんで、というか私は一体何がしたいんだろう。じゃあスキル1打っといて、ベティちゃんだったら多分止めれるかな。あ、やばいか。じゃあまあロジャー潰すっていう風にしましょうか。一発二発、一発二発と、ベティバフを持った私の、いた、あ、ちょっと待って、打たせて、せめて打たせて。おー、そうか。おー、ありがとう！任せてくれ！くらえ！なに？今の当たってないの。いや、ごめん、ベティちゃん。一発二発の三発。ちょっとごめんなさい。あー、間違えた。何やってんだ。敵前でウォーミングアップしちゃダメだぜ。ジャスト回避、一発二発、一発二発の、いやー、いいね。ベティバフ。
なんかデックとのあのエリちゃんとの戦いを思い出す。一発二発の三発、一発二発の三発と。いやどうだこれ、ちょっと待って、ベティちゃん入らせて。でどうする。いやまずい、まずいぞ。たまりそう。打ちたい、いけるだろこれは。よし 8? いやごめんごめん、もう私やられるわ一回。いやなんだろうな、いやなんだろう、 8? そんなバカな、俺のパンチがそこまで遠いはずはねえ。いやどうしようかな、 B 地点多分飛んでくるでしょう。まあ一応握っとくか、握っといて、あルフィ兄弟を頑張ろう。いやありがとうありがとう。ジャスト回避、一発からの回避待ちのスキルに、はい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 、押し出しファイヤーしといて、で、ルフィが飛んでいった。これは多分取れるでしょう。いける、いける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 。で、E 地点はまだ早い。あそこのシャンは、あ、ベティちゃんか、ちょっとしんどいかもな。じゃあ C 飛べるでしょ、これ。ちょっとさっきのは、普通に先般しましたね。本当にごめんなさいって感じなんですけど、あの場面は普通に自分の足で C 地点に行くべきでした。機械とか頼らずに、そのカルガラが E の中に入ってると思って C の方に飛ぼうと。いや、もうそういう言い訳はもういいですよ。もうちょっと本当に今のは良くないっていう反省の意味を込めて、もうダイヤ40個、無課金ダイヤなんですけれども使います。もうこれがもう私の、そう。反省の意を込めてのガチャなんですけれども、いやなんか、せめて爆死してほしかったんだ。まあ、うん。まあ、これが反省の意でございます。はい。ごめんなさい。すいませんでした。はい、じゃあね、3戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車シャンドラですね。どうでしょう？なんか、普通のメダルでいいんじゃないかって。ちょっと思い始めているんですけれども。いや、なんか、味方さん、私のためにやられてくれみたいなことは言えないんですけれども、まあ、ロマンはあんのかな？どうだろうな。まあ、普通のメダルでいいっていう結論にはなりそうですけれどもね。まあまあ、やっていきましょうか。で、シャンクスがこっちに来るのかしら？一応中に入っといて、どうしよう。あそこでもよろけ向こうがついちゃうんで、まあ、一旦下がっとくか。はいはい。で、カルガラがいるから、結構ね、味方さんやられるんじゃないかな。いや、多分大丈夫。みんなの思いは無駄にしないぜ。一発だけ撃っといて、カムザリとか使ってくのか？おう。まあまあ、じゃあこのまま貯めときましょうか。で、私、こっちに来るのかな？ありがとう。で、味方さんが一人やられてる。で、シャンクスがやられたら多分溜まると思う。スキル1発動。シャンクス、ありがとうよ。ここ当たるだろ、この一直線。いやー、地味だし。いや、これやられるか、もう私。なんか良くない気がしてきた。一発、ジャスト回避、一発二発の三発。これ普通に殴った方が早い説あんだよな。ジャスト回避、一発二発。回避待ちの一発二発。どこ打ってんだ、ちょっと私のキングパンチが、お茶目なのよ。一発二発。一発二発の三発。ここでウォーミングアップしといて、見ててくれよ、草葉さん。よっしゃー、49,722 いいダメージだ、エリザベロ。ただ、味方さんがやられた思いを背負ってのそのダメージ量だったらちょっと少ない気もする。もうこれ私やられた方がいい気すんだよな。一発二発の三発、一発二発。痛い。いやー、待て。一発二発、一発二発、ジャスト回避、一発二発の三発、ここでウォーミングアップ構えといて、ジャスト回避は無理、一発、一発、いやもう何やってんの。ちょっとお茶目なよな、うちのエリザベローが。で、A の一族って何？じゃあ、ルーフィー、君の出番だ。まあ、なんかもう、今回はエリザベロー兼ルフィの動画みたいになっちゃってるけれどもね。お宝を取ろう。任せてくれ。ただ、今スタンプ押すとバレちゃいそう。こっちの方握っといて、じゃあ、任せろスタンプ押して、お相手さんの、まずい。そうなると話は変わってくる。ジャスト回避、一発からのスキルに、そっちじゃねえよ！痛いけど、いや、ワンチャンある。頑張れ。いやー、150% 溜まってる。いや、マジか。くっそー。いや、マジか。
いやー、まあ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 、うわー、これ普通のメダルの方がいいな。ありがとうございました。